おいワトツー、小鳥さんいらっしゃい。ごめん、夕方ね、放送やるっつったんだけど、もう家帰ってきたら眠くて眠くて。で、まあ、のんたんがね、まあ、寝かせるんだわ、俺のこと。上手に。ぐっすり寝ちゃって、今になりました。今起きました。もう、すごいよく寝た。もう5度寝ぐらいしたもん。あ、いいんだよ、つかつちゃん。でもね、配信者って結構そうよ。ほら、いろんなところでさ、和道だって言ってもらえるんだけどさ、過疎配信者だったらいいんだよ。ネタがないから引っ張れるじゃん。和道のトーク5分できるじゃん。和道さん見てますよ、みたいな。あの時の、とか。だから、アイラとかさ、別にさ、トークスキル持ってるから困ってないんだよ。で、ほら、あいつはあいつで独自のファンがいるから、嵐行為になっちゃうから、向こうのファンに嫌われるんだよ。だから結構難しいところなのよ。ごめんね。本当は挨拶したいんだよ。本当は挨拶したいの。そう、難しいんだよ、その辺のバランスが。囲われてる系の配信者の売名だと思われちゃうから。よくあるんだよ、そう。だから配信者って基本、リップ返さないよね。リップ飛ばしてもらっても。ごめんね、使っちゃう。本当は返したいんだよ。でもあくまで俺の場じゃないから、あそこは。空気読まないとね。レイトいらっしゃい。おはよう。あるよね。そう。でもアイラもさ、ほら、気使ってくれてさ、なんで和道が返さないのって、俺に気使ってくれてんだよっていうところがアイラが気使えるところなんだよ。うん。ああ、いやいや、謝んないで。別に悪いわけじゃないから。うん。そう、難しいんだよね。サブアカ作ろうかな。さすがっていうか、結構長くやってるとわかるよ。やっぱね、明らかに不機嫌な顔するんだよ。うん、不機嫌な人は。おい、ワドよ。おめえはよ、クズだからよ。おめえのコメントは読まねえ。とか言われたこともあるし。うん、イケメンは優しい。違う。のんたん、その理論は違う。それはどういうことかっていうと、イケメンは何やっても許されるの。ね、女子高生とかに聞いてごらん。誰々くんから後ろからギュッとされたら超感動しないと、かっこいいって言うでしょ。気持ち悪いブサイクな男がいきなり後ろから抱きついてみ。それストーカーだから。犯罪だから。でしょ。うん。誰々くん家の前で1時間も待っててくれたのすごい感動したって。気持ち悪い男がさ、豚みたいなさ、リュックサック背負った男がさ、家の前に1時間立ってみ、警察呼ぶでしょ。これですよ。顔面格差。うん。いやいや、言うんだよ。おめえはクズだからよって。お好みいらっしゃい、おはよう。うん、そういうもんだよ。うん。だから男ってね、結構ね、なんか女は顔だとか言われてるけど、結局ね、男も顔なんだよ。おはようエージェント。おはよう。結局そうなんだよ。あゆえよ。朝から社会の厳しさを語ってるね。いやー、厳しいでしょ。うん、厳しいでしょ。だから昨日2チャンネル見てて思ったんだけどさ、面白くて、オタクとギャルのエロ本が面白いっていう話になってて。イケメンでも引く？でも俺これ結構女の子のあるあるだと思うんだけど、なんか犯されたい願望みたいなのあるじゃん。犯されたい願望みたいなの。ゆきとおはよう。さ、女の子って好きな男とかかっこいい男に犯されたいっていう願望があるんだけど、あれ、普通にブサイクで気持ち悪いやつがやったらただのレイプだからね。すごい難しいんだよ、だから。恋愛って女の子と恋愛するときに、要は恋愛上手いやつと恋愛下手なやつってここなんだよ。いや、そうでしょ？女の子って絶対好きな男から、ちょっと無理やりされたいみたいなのあるんだよ。うん。あ、好み S なんだ。ちょっとあるんだよ。女の子って絶対。そう。ない？あるでしょ？これを、このさじ加減を間違えるやつが犯罪者になるんだよ。ピンク系になっちゃうんだよ。ピンク系。いやいやいや、あのさ、飲んだ。ゆいがさんがやったのはただの犯罪だから。ゆいがさんは、ただ法を破っただけだから。絶対に手を出しちゃいけない年齢に手を出したんだよ。レイプ願望はあるよね。いや、じゃあ男がレイプ願望じゃないんだよ。女の子がレイプされたい願望みたいなのあるんだよ。レイプじゃないんだけど、ちょっと無理やりされたいみたいなのって絶対あるんだよ、女の子って。ごめん、メガネ、いい？女の子は絶対あると思うよ。でも俺基本的に言うけど、俺 S な女なんかいないと思ってるから。女の子って全員 M だから。私、ふわっち削除しちゃって新しく作るのわけわかんなくて ID も忘れてしまって新しく作りました。フォローしてくださった方すいません。あ、そうなんだ。だからなんか漢字の司になってんだ。確かに。なんかID 変わってるなと思ったもん。ふたつちゃんの。体験談言いたくなってきた？いや、言って、好み。言って、拾うよ。そういう、まあ、いつも言ってるんだけど、ニコ生の俺の人気コンテンツだった、仁松本の滑らない話をもじったシリーズがあるの。あるじゃん。仁松本の滑らない話ってあるでしょ？あれもあるの。ちゃんと和道シリーズが。スピンオフ企画。和道高光の威嚇臭い話！年末にスペシャルでやりたいよね。威嚇臭い芸人たちが集まって、配信者が集まって、威嚇臭い話を徹底的にするっていう。威嚇臭いシリーズ結構人気なんだよ。童貞にいたずらして、童貞斬りとあだ名ついたことがある。あー、あれだ、このみんさん、地元に必ずいるやりまん先輩だ。それだ、いるんだよ。もうね、顔じゃなくて、もういたずらするのが大好きなやりまんお姉さんって地元に一人必ずいたの。俺ね、成田にいたことがあって、俺童貞だった頃に、隣に超綺麗なお姉さんが居酒屋にいたの、17の時で。で、先輩と飲んでたの、16だ。16の時1個上の先輩飲んでて、で、隣の超なんか21歳ぐらいの超綺麗なお姉さんがちょっかい出してきたの。なんかすっごいもうホテル行こうみたいな感じなのよ。で、先輩が結局お持ち帰りしちゃったの。俺ベロンベロンに酔わされて。あの時悔しかったな。手と口しか使ってない。エロ。いや、やりまんお姉さんでしょ。やりまんお姉さんだよ。一回だけなんだ。でも、そのやりまんお姉さんは有名でも、数々、あの人でしょみたいな。あの綺麗なお姉さんでしょみたいな。あれ、誰々も童貞捨てたらしいよって。おはようございます。バタフライテールさんいらっしゃい。やりまんお姉さんは大事だよ。やりまんお姉さんは、夢だから男の。地元に必ず一人いるやりまんお姉さんね。あの時はね、悔しい思いしたよね。新しいフォロワーさん、つかすさんフォローありがとう。ゴールドスコップさんフォローありがとう。ハルフルさんフォローありがとう。最後までは付き合った人だけだわ。だから、結局ね、好みね、私 S だからみたいな、攻めるの大好きみたいなこと言いながら、結局ね、そうなんだよ。女の子ってね、結局乙女なの。最後までは付き合った人だけだわとか。俺ね、女って狂ってるなって話、ちょっと。もう女性リスナー多いのは申し訳ないんだけど、女って狂ってるなって思ったのが、セカンドバージンっていう言葉が出てきた時に、セカンドバージンだよ。もう狂ってるなって思ったの、女って。頭湧いてるよね、女って。セカンドバージンだよ。男にセカンド童貞なんかないから。何それと思わない？頭湧いてるでしょ？セカンドバージンだよ。俺びっくりしたもん、セカンドバージンってドラマが出た時に。狂気だよ、狂気。本当に。なんだっけな、男の童貞はなんでダメで、女の処女はなんでいいかっていう例え話聞いたことある？2チャンネルでこれ有名な話なんだけど、男は童貞ってかっこ悪いって思われるじゃん。で、女の人は処女っていうと綺麗とか、なんか、ピュアなんだねってなるじゃん。これは、なんでなのかっていうと、竹槍を持った兵隊が男なの。で、お城、もう守らなきゃいけないお城っていうのは女なんだよ。で、一回も攻め込まれたことがないお城。つまり、処女っていうのは、もうすごい城なのよ。わかる？城壁が頑強なの。で、今度男の場合っていうのは、一回も城に攻め込んだことがないやつっていうのはヘタレなんだよ。この例えすごくない？男は竹槍を持った兵隊であると。で、女は、城だと。キャッスルだと。そう。攻め込まれたことがなければないほど、城には価値がある。兵隊は攻め込んだことがなければないほど、かっこ悪いっていう。この理論がね、ちょっと面白かったんだよね。城と兵隊っていう。よく考えるよね。2チャンネラーとかね。やりまん、バリ、言うやん。もうやりまんしか頭に入ってこない。でも、俺は、中古物件好きだよ。攻め込まれたことある。精神的、そう。女性って精神的には M なんだよ。あ、俺ね、だから、このパターンで言うと、コノミンは、オーガズムに達したことがないタイプの女性だと思う。俺、これ絶対当たってると思う。俺の分析。要は、威嚇さを代表として言わせてもらうと、コノミンは、セックス行かないタイプの女だよ。うん。気使っちゃうタイプだから。うん。これ多分当たってると思う。当たってないのか。やりまんだわやりまんだったわ、ただの。敏感体質なんだ。朝からすごい話。寝起きだからね。寝起きでこのテンションで威嚇臭い話できるやつ俺だけだと思うよ。うん。すごいよね。イジリー岡田と俺だけだと思うよ。うん、やりまんではないんだ。一年半しなくても平気だった。女の人はセックスしなくても基本的に平気なんだよ。男は無理よ。女の人は全然セックスしなくても平気なんだよ。うん。男はそういうわけにいかないからね。うん。でもね、これね、あとね、これね、男の子で若い子いたら覚えておいた方がいいよ。女の子って下ネタ好きだからね。これ誤解してるけど、女の子合コンで下ネタ言うでしょ？女の子って下ネタめっちゃ好きだから。うん。やだーって言いながらめちゃめちゃ笑顔だから。うん。これ覚えておいた方がいいよ。和道くんやだーって言いながらめちゃめちゃ笑ってるから。で、合コンの時に、下ネタのリアクションで大体やれる女か、下ネタ下手なんだよ。下ネタの言い方ってあるの。下ネタは堂々と言うの。要はね、下ネタを気持ち悪く言うやつがいるのよ。これダメなの。下ネタはもうパンパンいかないとダメなの。あ、そう、無視する。あ、だから下ネタ下手な男なんだよ。下ネタ、やだーって。お持ち帰りできるやつだよ、これは。のんたらやりまんだよ、これ。無視するんだ。あ、そう。うん。下ネタって難しいんだよね。諸刃の剣だから。諸刃の剣。でも誰が言うのかによるよね。福山雅治ってめっちゃイケメンでめっちゃかっこいいじゃん。福山雅治のラジオ聞いたことある？めちゃめちゃ下ネタすごいよ。福山雅治ってそっち系の人間なんだよ。意外とね、知らない人多いんだけど。そう。めちゃめちゃね、俗っぽい話大好きなんだよ。面白いよ。福山雅治のラジオ。ガンガン言うかんね、下ネタ。っていうか、福山雅治のラジオって、ほぼオナニーの話なの。ずーっと1時間オナニーの話してるだけなんだよ。聞いてごらん？面白いよ。うん。福山雅治が、俺、それで福山雅治かっけーと思うもんね、やっぱ。福山雅治って本当はミュージシャンになりたかったんだよね。だから俳優で売れてもずーっと音楽やり続けるんだよね。変態なんだよ、福山雅治。うん。エッチよりオナニーしてた方がいい。俺だから、初めてオナニーした話、すっごい長くなるけどしていい？壮大なスペクタクルな話になるんだけど。聞く？俺が初めてオナニーした時の話。相性悪いと最悪だよね。あ、それはあるよ。それは、もうだってさ、好きだってなってさ、付き合ってさ、セックスしてがっかりして、もう絶望しかないよね。最終的にはオナニーが楽かもね。あ、でもね、俺オナニーには限界があると思ってるんだよ。俺オナニーには限界があると思ってんの。やっぱり。確かにあの人堂々と下ネタ言えるよね。言える、全然言う。俺だから、彼女ができない時は俺、美容室に行くよ。もうどうしてもセックスしたい時は美容室に行って、美容室ってさ、綺麗なお姉さんいるでしょ？綺麗なお姉さんに頭洗ってるとすっごいムラムラするの、俺。俺、風俗行くよりもエロいと思ってんのよ。いや、美容室の女の子に頭洗ってもらってる時にさ、エロって思わない？なんか、目隠しされて、仰向けにされて、めっちゃ頭洗われるんだよ。俺、繁忙期だからね、美容室。本当に。ずーっと繁忙期だからね。なんなら、おっさんでも繁忙期だからね。なんなら。めっちゃうまいわーと思って、めっちゃ繁忙期だから。だからね、俺、思うんだけど、マッサージと美容室、そう、M なんだよ。もう M なの。倍ではないけど。倍では、いや、じゃあ倍ではないな。うん。その想像する和道がエロいのかな？俺、美容室行って子供の頃からだよ。なんてエロい場所なんだろうって思っちゃうの。どうしようって。どうしようってなるんだよね。だって、他に痒いところはありませんか？とか言われちゃうんだよ。あるよ！俺、痒いところあるよって。あるけど言えないって。今のいいな。今のいい、落ち着いたでしょ。今かっけえな、俺。キレッキレだな。歯医者はわかるけど、美容室、俺歯医者はダメだな、逆に。だから、歯医者の女って絶対 S じゃん。人の歯に穴を開ける。平気で人の歯に穴を開けることができるんだよ。俺、ド S だと思うよ。歯医者になる女とか。ドリルで人の歯に平気で穴を開けられるんだよ。変態だよ、あいつら。金玉の人、スインドル来ないね。開けるの歯医者。うん。息子はエロ職場で働いてるんや。いや、エロいよ。歯科助手は、だから歯科助手って可愛い子しかなれないって言われてんのよ。歯科助手って、もう本当に受付とか歯科助手って可愛い子多いでしょ。あれってね、先生が、もう自分の好みの女選んでるだけなんだよ。あれ俺はキャバクラだと思ってるから。うん。先生のキャバクラだよ。コレクションだよ。マスクで可愛く見えるのはあるね。うん。マスクで可愛く見えるのはある。正直。あるよ。俺ね、あとね、女の子のめちゃめちゃエロい格好って何？俺ね、これいくつの時なの？20ね、23ぐらいの頃に気づいたんだけど、世の中で最もエロい格好って俺、下ジーパンで上ブラジャーってことに気づいた。逆じゃん、普通。上 T シャツで下パンツの方が可愛いとかエロいって思ってたの。俺も若かったから。逆なんだよね。下ジーパン履いて、上ブラジャーってめっちゃエロいよね。何これって。どういう順番で脱いだのってなるじゃん。なんか、なんだろう、もう、ラビリンスだよね。本当に。ラビリンス。わかんないでしょ？これね、わかんないって言われるんだけど、俺すっごい性的にグッとくる格好がそれなんだよ。上がブラジャーで、下がジーパンの女ってめっちゃエロいんだよ。なんかめっちゃエロいの。すごいエロいよ。逆転の発想。コペルニクス的展開。私は男に医者のコスプレに、黒縁伊達メガネ。なんか、やばいでしょ、ほんと。なんか、歪んでるでしょ、絶対好みの性欲。普通かな？なんか、なんだろう。かっこいいエロさを感じるんだよね。かっこいいエロさ。俺だからね、男っぽい女の人が好きなのかもしれない、昔から。白 T シャツ。あー。男はよくあれだよね。スーツとかネクタイとか、やっぱスーツ系がモテるって言われてるよね。だから、これよく言うんだよ。男ってなんで女子高生とかセーラー服好きなのって、女、バカじゃないって言うじゃん。女って必ず言うじゃん。男ってバカよね。なんでセーラー服好きなのって言うけど、女もスーツ好きじゃん。お前らも、ね、ホワイトカラー大好きじゃん。スーツ燃えるでしょ？だからそれと同じ理論だよって言うと女の子納得するの。あ、そういうことかって。うん。あ、そういうことだったんだっていう。それと一緒だよって。俺はちなみに制服全然燃えないけど。少しはだけてみたいな。いや、だから女の子が一番好きなのってこれだよね。女の子ってここをはだけさせる瞬間が一番好きじゃない？それ好きでしょ、女の子。だから男がネクタイしてなくてここ開いてるやつはエロいやつだよ。誰で想像したかは秘密。誰だろうな。あ、じゃあ女の子に聞きたいんだけど、配信者の男で一番そのかっこいいとかエロス感じるのって誰？ぶっちゃけ。誰だろう？誰予想？男も書いて、男も。男もこの人じゃねっていうの。誰かな？加藤純一？あの配信者誰気になる。稲子かな？稲子だね、多分。うわサメちゃん、キュー。サメちゃんネクタイしないでしょ。あ、ネクタイ結んであげたのね。和道さん。誰この、好み誰？サメちゃん？俺稲子だと思うけどな。稲子めっちゃかっこいいから。稲子のスーツ姿一番かっけえかんな。秘密なんだ。誰なんだろう。うん。サメちゃんイケメンだよ。だから、返しが難しいやつやめて。うん、返しが難しいから。でもね、結局思うんだけど、ほら、俺、オタク気質じゃん。結局、女ってヤンキーが好きなんだよね。いい女って結局ピュアそうに見える、あんなに清純そうな子もヤンキー気質の子が好きなんだよ。だから、ヤンキーなんだよね、モテるのって。頭のいい男じゃないんだよ、ヤンキーがモテるんだよ。ミクいらっしゃい、和骨。そうなんだよ。オラついた男が好きなんだよ。文化系の男ってダメなんだよ。やっぱりオタク系の男って。それを思う。体育会系とかね、やっぱね、男っぽい男が好きなんだよ。痩せすぎ太りすぎは想像無理ですし。あ、普通の人か。貧乏ちゃまのスーツ着たジャガイン。あ、かっけえ。マジかっこいい。てか、似合うね。貧乏ちゃまの服絶対似合うよね。金梅さんで。貧乏ちゃまって斬新な服だよね。どんなに貧乏になってもさ、こっから後ろ側が裸っていう発想ないもんね。俺、小林よしのり、あの頃に戻ってほしいんだけど、どうしたの小林よしのりって。なんか頭おかしくなってるよね。うん。普通よりちょい、ついといてほしい。肉がってこと。うん。じゃがいんね。で、金梅さん、ほんとじゃがいもみてえな顔してっかんな。おはようちよ。前来て、名古屋に、嘘名古屋、ていうかさ、金梅さんってなんで名古屋でいつも神会を起こそうとすんの？俺、名古屋で配信やった時、速攻止められたもん。なんか、金梅さんが名古屋でやらかしすぎて、外配信が一番厳しい駅って日本で名古屋なんだよ、本当に。俺いろんな駅で外配信したけど、名古屋びっくりするよ。速攻警備員飛んでくんの。で、普通さ、何やってるんですかとかでしょ。違うの、もう警備員の対応が、はい、ニコ生やめて、ニコ生やめてみたいな。もうね、画面でわかるの、警備員とか、警察が。はい、はい、ツイキャスやめてみたいな。ふわっちやめてみたいな。ほんとだよ、これ。日本で一番厳しいの、名古屋だから。これマジなの。小林はゴーマニズム宣言で持ち上げる。ああ、そうだよね。ゴーマニズム宣言、ほんとつまんねえよな。エスな言葉攻めで最後はこっち来いよみたいな感じで、腕枕で頭なでなで。あー、M だな。M っていうか、俺、好みは変態だと思う。実家があるから。あー、やっぱホームだと血が騒ぐんだ。名古屋出身なんだ、ジャガインって。なんか地元で爪痕残そうみたいになるんだろうね。俺の町だみたいなね。俺、名古屋でよ、やるから、つって。あー、つって。うん、血が騒ぐんだろうね。でも分からなくはないかな、気持ちはね。気持ちは分からなくないかもしんない。やりたくなるっていう、なんか見旗を立てたいみたいな春日井の狂犬。アブノーマルかも。内容はノーマルだよ。そりゃ内容がノーマルだよアピールをしてる時点でもうノーマルではないんだよあのね、普通だよっていう、普通の子は自分のこと普通だよって言わないのよ。普通じゃないシチュエーションで普通じゃないねって言われるから普通だよっていう弁解をするわけじゃん。俺ね、だから酔っ払いが私酔ってないもんっていうのと一緒よ。うん、あ、でもね、これね、好みね、これ本当のことだけど、あのね、頭がいい女ほどエロいよ。うん。要はね、想像力豊かな方がエロいの。うん。これは本当。これ本当。これ本当。ゆたぽよさんいらっしゃい。にらたまさんいらっしゃい。昔はもっと刺激的な配信してたからね。だからさ、俺らはさ、もう、なんつうの、狂人だった頃のジャガインを知ってるわけじゃん。もう、本当にさ、狂ってたじゃん。金バエさんって。なんつうの、今なんてさ、もう本当にさ、なんつうんだろう。大丈夫かっていうぐらい狂ってないじゃん。あの頃の、なんつうの、カリスマだった頃の金バエさんを見せてあげたいよね。キッズたちにね。飢えてたよね。なんか狂ってたよね、あと。本当に。これ年齢的なもんなのか、キャリア的なもんなのかわかんないんだよね。要は大手になっちゃったから丸くなったのか、それとも年齢的に丸くなったのか、何なんだろう。ふわっち9月末？あ、そうなんだ。最近なんだ。ふわっち暑いよ、やっぱ。っていうかさ、ちょっと面白かったんだけど、俺昨日家から帰ってきたら、なんかな、すごいなんか部屋から、なんか女の人の声が聞こえたの。なんかでっかい音量で。あんなーとか言って。うちかわええやろな、かわええやんな、この服な。めっちゃかわええやんなっていう声がめっちゃ聞こえてきて、うわ、どっかで聞いたことあるわーと思って。のんたんがもう桃襟のコメントめっちゃ打ってたの。のんたんがここ、桃襟のところでめっちゃ打ってて、で帰ってきて、うわ、桃襟見てるわ、こいつと思ったら、なん和道の女な、うち和道さん嫌いやないで。でもな、心配になるやん。大丈夫なんってずっと言われてて、もうなんとか思って。うん。なんでこいつ桃襟にいじられてんのと思って。今は未来に希望を持ってしまった。どうなんだろうね。もうだから、金バエさんはもうさ、正直な話言うとさ、レジェンドになってるわけだから、今の金バエさんに期待するより若手に期待した方がいいかもね。うん。新しいフォロワーさん紹介します。未来さん、フォローありがとうございます。キリパンです。1111番目のリスナーさんです。おめでとうございます。ありがとう。若手がな、体張らないよな。っていうか、若手って神回の模倣しかできなくなったよね。なんかこう、もうさ、ネタが出尽くした感ない。もう何やっても面白くないじゃん。本当に俺最近の若手全然面白くないと思うよ。なんかね、なんか、こう、神回っていう匂いがしない。なんかこう、なんか、やってることは一緒だし、そこそこ面白いんだけど、なんかね、2番線時間が出ちゃうんだよね。なんか、キッズたちがキャッキャキャッキャ面白いって言ってるのと一緒で。模倣っていうかね、多分ね、これはね、あれと一緒なんだよ。ほら、ビートたけしの世代が松本人志をつまんねえって言ってて、松本人志の世代の人が、その、品川庄司とかさ、バナナマンとか面白くないって言ってるって。で、その後の、なんとかとかあるじゃん。その、系譜みたいな。その、昔を知ってる人ほどうるさいっていうのがあるじゃん。スタバに爆竹ノブね。俺ね、ニコ生で初めてコメント打ったのがノブだったんだよ。カッソカソのノブだったの。で、半年ぐらいして、ノブがすげえ人集まってたからびっくりしたよね。今の子はキャラが薄い。ああ、わかるわかる。キャラ薄い。いや、印象に入らないんだよね。ニコ生系の昔の配信者って濃いもんね。もうさ、絶対に街ですれ違ったら一発で気づくレベルじゃん。ぶっちゃけ今のさ、なんか、大手とか言われてるさ、若い子とかってさ、街にいるその辺のお兄ちゃんじゃん。あ、未来さんどうもどうも。はじめまして。よろしくお願いします。僕はフォローしてもらった時に、みんな呼びかけるっていうのをやってるんで。おめでとうございます、キリバ。話し方ももう定見文ができてる。てか、話が下手だよね、絶望的にね。本当にトークスキルない。トークで聞かせらんないのは結構きついよ。トークで聞かせらんない、面白いやつって5万といるんだよ。例えば、小島グランプリとかぶっ飛んで面白いけど、トーク力ないじゃん。あれ、かわいそうだよな。なんでおすすめ載ってるの？知らない。おパッツさんいらっしゃい。今、面白くなくても嫌われないやつが強い。あ、それだよね、結局。そうそうそう。今ね、そういう時代だよね。嫌われないやつだよね。だからそれを逆行してやってるのがヒカルくんだと思ってるけど。ヒカルくんはだからキャラ徹底してるよね、キャスの中では。嫌われに行ってるっていうか、そのちゃんと金梅イズムを継承してるよね。小島今やばい。なんかあれでしょ？鶴の神に詰められてんでしょ？のんたんのインスタ感動したわ。なんか言ってたよね。つかすちゃんが T シャツ買ってくれたんだよ。のんたん。あ？のんたん？どこいんの？のんたんいる？ん？のんたんいる？あ、いる？つかすちゃん T シャツ2枚も買ってくれたんだよ、息子用に。なんで仕方なんだよ。ヒカルくん下品で見れない。ヒカルくんなんか良くない方向に進んでるよな。ちょっとな。ヒカルくん今良くない方向に進んでると思う。まあでも持ってるからな、ヒカルくんは。長い目で見守ってあげるのが一番いいと思う。俺は長い目で見てあげた方がいいと思ってるね。ゆっくりゆっくり。今のヒカルは嫌い。だから、みどりさんの家にうざがらみは良くないよな。俺もそこなんだよ。俺もぶっちゃけそこなの。金梅さんに媚び売るでしょ？あれが、もうそろそろいいんじゃねっていうのあるのよ。もうそろそろ自信つけろよっていう、そう、金梅さんに媚び媚びすぎじゃん。そこがね、俺も嫌なの。もう根本的そこなんだよ。別に何やってもいいんだよ、配信者だから。だけどね、金梅さんには絶対逆らわない的な感じが、なんかちょっと俺も苦手だな、今。これからだよね。これからだよね。あ、そうなんだ。いや、俺、ヒカルくん好きだよ。だから、今のヒカルくん見てちょっと辛いっていうのあるよ。若干辛い、今のヒカルくん見てて。ヒカルくんはね、喋るタイプじゃないよ。それ分かってる。だからまあ、金梅ファミリーなんでしょ。それは本人も自覚してるし、閲覧集められてればいいんだよ。それで。ヒカルくん今苦しいところだよね。頑張ってほしいよ、ほんと。でもさ、やっぱりさ、長生きなやつって俺話が上手いやつだと思うよ。結局そうじゃん。これね、要は人気になるかどうかは話じゃないんだけど、息が長い配信者は絶対話が上手いんだよ。話が下手でね、長生きしてるやつ見たことない。金杯は、じゃあ3杯目は、気違いや炎上を自称するなら、まず配信で捕まらない限りスタートラインに立てない気がする。でも、そういう時代じゃないんだよ。あいうえおさ、わかるんだけど、俺も全く同意見だけど、でもね、もうね、そういう時代じゃなくなったんだよ。多分。ある方の囲いと紹介された。へー。ああ、あれでしょ、ツバニャンでしょ、多分。爆走でしょ。そうなんだろうね。でもまあ、なんつうの。別にほら、好みはリスナーだからいいんじゃないの、好きにやって。好きな人見ればいいんだよ。だってさ、ぶっちゃけた話、嫌いになったり好きになったりするもんだもん。囲いではない。俺は別にフラットに見てるよ。ニコ生だとよっさんのディスリゲー見てしまうのものかな。俺は、いや、俺ね、この前のひろゆきの、討論会見たときに、野田とよっさん、うまいって思ったよ。ひな壇芸人のところによっさんと野田いたけど、やっぱ光ってたもん。あいつらうまいよ。俺すごい安心。まあ、川崎洋平がクソつまんなかったけどね。殺意湧いたもん。お前、洋平くんもっと、あいつ本番に弱えよな、本当に。そんなにさ、面白くもないけど、つまらなくもないキャラだと思ってるのに、なんかね、あいつね、大きい舞台になると変なテンションになるんだよ。なんかね、もうほんとイライラするんだよね。洋平そうじゃないよっていう。洋平くん違うよっていう。なんか素人感？なんか大学生がテレビ出たみたいになっちゃうんだよ。あれ腹立つよな。洋平くんもったいないんだよ。いや、頑張ってたよ。でも毎回そうじゃん。じゃあしょ、俺、洋平くん大好きだからなの。なんかさ、なんか変なノリじゃん。洋平難しいよな。いや、あれは、で、よっさんが上手かったよ。徹底的に、いや、よっさん面白いと思ったもん。やっぱ喋り上手いよ。喋りっていうか、キャラの役割分担みたいなの、野田とね、よっさんのコンビネーションはめっちゃ面白かったね。掛け合いが。まあ、横山みどりデクノボーだなと思ったけど。横山みどりいらねえだろうと思って。あの番組。テレフォンコーナーだけでしょ。みどりさんが必要なの。ニコ生は面白い時は面白いよ。やっぱり。ニコ生は面白い時は面白いけど、もう面白いやつが今ないんだよ。いないの。っていうよりも、まあ、ぶっちゃけた話で言うと、面白さは変わってないんだろうけど、飽きてきたんだよね、俺らが。でも、昔のニコの、つまらないか、今。なんだろう、俺、ニコ生で一番笑ったのなんだろうな。俺でも、たまに言うけど、ミウは面白かったよ。劇団ミウ。もう、目薬は出てくるわ、犬は出てくるわ、なんか、生き別れた？なんだっけ？彼氏に振られて、兄貴に助けてもらったエピソードとかもう腹抱えて笑ったもん。もう最高だったよね、みゆは。コメント面白かったよね。ここ見てた方がいい。今のニコ生ドリフ、ああ、そうだね。ドリフの再放送だよね。わかるわかる。あ、それわかるわ。全盛期のドリフじゃないよね。それはあるな。ふわっちの方が今熱いよね。だから、もう、次世代、だからね、ノエルあたりの世代が変えるかなと思ったんだけど、ダメだったね。ツイキャスが面白かったことなんか一回もないよ。はっきり言うけど。はっきり言うけど、これね、ニコ生民からしたら、ツイキャスが面白かったことなんか一回もないよ。ただ単に実力のあるニコ生系の生主がツイキャスに行っただけであって、焼き回しだよ、あれ全部。だから、ツイキャスの人たち言うのは、本当の神回を見たことがなくてかわいそうっていう。ふわっちは地割り系だよね。わかるわかる。なんかコントっていうかさ、シュールな感じだよね。あとラジオ系が多いっていうか。だから、ふわっちのこれからに期待だよな、本当に。ツイキャスはマジでないよね。スマホの、そう、普及台数が多いっていうだけ。ふわっちよりツイキャスの方が好きなの？マジで。多分ね、好みまだふわっちを見てないからだと思うよ。キャスはないよ。キャスはない。そうです。うん、ただ人数が多いから面白いやつが多く見えるだけよ。うん。そうだよ。キャスはないよ。キャスはない。俺もそっち派。キャスはない。うん、俺キャスで笑ったことマジで一回もないもん。あ、だからそういう系よ。要は、あのね、めちゃイケが好きな人はツイキャスなの。わかる？めちゃめちゃイケてるなんだよ。岡村隆史なんだよ。そういう系なの。だけど、その、まあ、岡村面白いよ、別に。極楽とんぼ面白いよ。だけど、ハッピーなんだよ、やっぱり。そうね、なんかね、なんつうんだろう。ハッピーな感じなの。なんか家族、円満みたいな感じなのよ。ニコ動も違うからね、殺戮だからね、あれ。うん。殺戮。戦場だから。うん。うん。キャスの台本が臭い。キャスの台本ひどかったもんな。俺、びっくりしたのがさ、海老蔵さんのあの心霊の回にカメラ切れた瞬間とか、オフの会話がもうさ、いやー、海老蔵さんやっぱリアリティ追求してますよね、とか。もうね、なんかね、寒いなーとか思って、結構ドン引きしてたの。やっぱ、海老蔵さんの心霊はリアリティっすよね、みたいなことを、なんか言ってて、ゴニョゴニョ。なんかこいつら痛えなと思って。うん。ニコ生はまだたまに38歳ぐらいで仕事を始めて漫画家目指す大バカ野郎とか3人くらい IT やってたり見てしまう。ああ、面白いね。38歳で仕事辞めて漫画家目指すんだ。いいね。香ばしいね。うん。ナンバポにジョブチェンジだね。っていうかね、俺の予想あいうえを言ってやろうか。そいつすでにもうね、ナンバポだよ。だから隠してるだけだよ。2年後にナンバポなのがバレるだけだと思うよ。ゲーム配信者になっちゃうんだよな。ジョブチェンジっていいね、なんか。嘘！ふわっち、アプリ消してんの毎回。マジでこのみん。一つ聞いておきたい。LINE ライブどうなると思う？ LINE ライブは、だから、俺は、アメバだっけ？アメバと LINE は、根本的に違うの。俺、この前テレビの取材受けたの。なんつうの、ワンコーナーあって、で、テレビの制作会社に、打ち合わせとか何回も行ってたのね。で、その時に気づいたけど、テレビの制作会社に、もうアメバとか書いてある。LINE ライブとか。要は、あれって、インターネット生放送じゃないのよ。テレビと、もう業務提携をしていて、制作会社に下ろしてるっていう出資の関係なのよ。だからカメラとかが、テレビのレベルなのよ。タレントとかを呼んでんのよ。予算が違うから、あれただのテレビ。うん。だから勝つよ。やっと来たって感じ。遅い。うん。だから LINE ライブっていうのは、俺らみたいなのが参入する感じじゃないよ。LINE ライブとかアメバとか。うん。だからそれを根本的に分かんないんだろうね、多分。だからニコ生の公式みたいな、公式がやりたかったことがようやくできてきたっていうか。リアルを求める人には流行らないってこと。いや、流行るでしょ。うん。例えば、いや、そういう時代じゃないんだよ。これコンテンツホルダー理論つって俺がずっとやってるんだけど、LINE ライブはお金入れますね、アイテムで。ふわっちと一緒なんだけど、ただ LINE ライブは、ね、まずどういうことかっていうと、ね、何をやってるかじゃなくて誰がやってるかなんですよ。だから単純に言うと、俺と AKB が全く同じ内容で全く同じことやっても AKB の方が人集まるの。だから、どこでやるのかは無限に選べるようになってんのよ。YouTube なんかふわっちなのかニコ生なのかとか、もう自由にタダでできるの。ただ、儲かるやつと儲かんないやつの格差が激しくなるっていう。石川の隆之と俺と比べてもしょうがないじゃん。だから、なんつうんだろうな。もう、リスナーとか配信者の垣根がなくなっていくの。どん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 。ていうかもうすでにそうなってると思うよ。もうリスナーと配信者じゃないの。全員配信者でもあって、全員リスナーでもあるんだけど、要は、規模、フォロワーの数が多いか少ないかで収入が変わるっていう時代なのよ。俺はこれ3年前から言ってて、だからもう最後のチャンスだからって言って、食っていけるか食っていけないかに食い込みたいっつってやってたの、俺は。で、もともとネームバリューがあるっていうのは、フォロワーがいるっていうことだから、実質イコール稼げるなんだよ。だから、テレビで食えなくなっても食えるようになるよっていうのはそういうこと。そうなのか、ちょこちょこと LINE ライブ見たけどガキが多すぎてやめちゃった。そういうの関係ないんだな。いや、ガキが多すぎてやめたっていうのは、それは古いインターネット文化を知ってるからだよ。あれとは全く別物でテレビだと思った方がいいよ。うん、おはようございます。テレビ。ただの。テレビをみんなで見てる感じよ。でも、それが主流になると俺は思ってるよ。で、今度、石川の隆起とか、タレント力として力のある生主っていうのが、タレントに行くと思う、俺は。桃襟とかがそうでしょ。で、テレビの業界で売れなかったやつっていうのが、今度こっちの雑談界隈に落ちてくると思う。要は、配信のトップと、配信の一番上にいる層と、芸能界で一番下にいる層が、入れ替わると思ってる。だからね、二軍になると思うよ。こういう雑談界隈っていうのは。うん、俺はそう考えてる。モノフ FX ゾーンさんいらっしゃい、ワドツ。そう思わない？うん。それはね、近い将来もう起こり得ることだと思ってるね。だからほら、香川さんとかもさ、パチンコ業界からスポンサーもらってさ、仕事とかもらってるの。うん。もう始まるね。うん。もう始まると思うよ。っていうのもなんでかっていうと、テレビ局の人間とかも数字持ってるライバル会社を個人ので、あれってここ数字持ってるのはなんでだろうって。要は、テレビの制作会社は今まで生放送は別の、細々した奴らがやってる雑魚放送。要はテレビの真似事でしょって見てたわけよ。だけど、インターネットで自分たちも番組作るようになるわけじゃん。そうすると、個人で予算とかスタッフとかがいないのに、なんでこんな数字持ってんのっていうやつが目に留まるようになるんだよ。だから、あ、石川の隆起ってすげえんだって。変わるじゃん。だからパラダイムシフトが起こるんだよ、これから。うん、YouTuber とか。相上もそうだよね。テレビには絡んでほしくないんだよ、個人的に。それは無理だよ。うん。それは絡みたいでしょ。うん。それは無理。だから、関慎吾とかもちょいちょい出てるし、エミさんとかもちょいちょい出てるしさ。だから、エリリカとかも AV 業界でトップ取ったりする時代じゃん。だからね、それは時代なんだよ。要は、どういうことかっていうと、どれだけファンを抱えてるのかっていうのが数値化できる時代になったと。今までっていうのはぶっちゃけ、ありがとうございます。花火ありがとう。特命係長さんから花火いただきました。花火一発目ありがとうございます。だから、これからの時代っていうのは、今までの芸能界っていうのはさ、ぶっちゃけファンがいるかいないかっていうのが具体的な数字っていうのが見えなかったわけじゃん。だけど、ツイッターのフォロワーとか、ふわっちのフォロワーとかでもう見えるんだよ。あ、こいつ数字持ってるな、持ってないなっていうのが。よし、行きます。まあ悔しいよね、俺らからするとね。でもそれはいいことなんだよ。産業がでかくなるわけだから。肯定的に捉えないと。いきます。1回。3回。4回。5回。6回。ありがとうございます。だから本当はね、ニコ生みたいなでっかい会社っていうのがね、いろんなところと、ちゃんとテレビ局とね、業務提携して株持ってもらって、バックアップについてもらえばよかったんだよ。ホリエモンの流れでね、テレビ関係者、敵に回しすぎたんだよ。うん、好みありがとね。また来てね。うん。すげえ軽そう。6キロだね。だってお前、俺これさ、正月俺500回やったんだよ。6キロぐらいの重さじゃないと500回とかできねえぞ。俺花火1日何発上がると思ってんだよ。そんなさ、10キロ、20キロのやつ500回とかできねえぞ。うん。それ最初は軽くて当たり前でしょ。後半すげえんだから。そう、花火が、80発か。正月が80発で、うん。時代だよ。うん。だから軽めに、若干軽めに設計してるね。だけど後半上がらなくなっちゃうから。今いくら稼いでんだ俺。だってさ、だってすごくない？俺、もう脅威だと思うけど、俺がだよ。ただの和道だよ。俺今月いくら稼いでるって 93,000 円稼いでんだよ、今。すごい時代じゃない？俺だよ。俺ですら9万円稼げるんだよ。たった6日間で。1週間経ってないんだよ。これさ、他の、いや、すごくない？引くでしょ、ちょっと。ありがとうございます。特命係長さん、花火ありがとうございます。俺結構引いてるからね、ちょっとね。ありがとうございます。ねえ、すごい時代だよね。だから本気でやった方がいいよ、やるなら。ありがとう。だこの前もさ、マネージャーさんが30発一気にくれたりとかさ、すごいよね。なんか和道のなんつうの、アイテム勢力図みたいなのって変わらなかったんだけど、1位の人、2位の人っていうのがずーっと3ヶ月ぐらい変わらなかったんだけど、最近思いっきり入れ替わってきた。うん。群雄割拠ですよ。ヤギタンおはよう。うん。アイテムすればするほど、その人に今1位ですよとか2位ですよとか、50位までぐらいは行くのかな？フォロワーランキング何位ですよって言って。だから、ホストクラブみたいに、なんか多分リスナーさんを競わせる仕組みが、ふわっちの中には内包してるんだと思う。すごいよね。だから、いつも言うんだけど、ニコ生の時っていうのは、コメント至上主義だったんだよ。コメントの数が多いやつ、アクティブが多いやつが、No.1配信者みたいな空気ってあったじゃん。で、今度ツイキャスの時代になったら、同時閲覧の数になったんだよ。同時閲覧の数。で、今度ふわっちになったら何になったかっていうと、稼いでる額になったんだよね。閲覧持ってなくてもいいんだよ。どれだけ稼いでるかが指標に変わってきたじゃん。ふわっちのリスナーやってるとわかるでしょ。だから、逆に言ったら、普通の会社っていうか、普通の社会と同じ仕組みになったんだよね。新しいフォロワーさん紹介します。ヤギタンさんフォローありがとう。これは面白いことだと思うよ。稼いだやつが正義。稼げないやつはプロじゃないっていう。うん、特命係長さん、花火ありがとうございます。しかも匿名でアイテム投げられるっていうのがすごいよね。匿名でアイテム投げられるのはさ、いい仕組みだよね。これがね、FC2 とか違うところだよ。アイラすげえなあ。アイラマンスリー2位になっちゃった。アイラにマンスリー1位取ってもらいたいんだよな。ありがとうございます、匿名係長さん。ありがとうございます。いや、だって、これが普通なんだよ。配信っていうのを仕事にしたかったら、ちゃんと、コンテンツホルダーが稼げるようになんないと、業界自体が狭くなるじゃん。だから、ふわっちの戦略っていうのが正しい戦略だと思うよ。企業として。逆に言ったら、ニコ生とかは、過渡期に儲けすぎたんだよ。そう。殿様営業やりすぎたんだよ。これが普通じゃん。だって、サイトオーナーだったらさ、サイトでさ、広告費で稼いでるじゃん。アフィリエイターたちがさ、どの業界もそうでしょ。人を集める人とかファンを持ってる人に給料出さないとダメじゃん。だから俺言ってんの。ふわっちっていうサイトが、他の配信者がどんどん流れてくる時代が来て、ツイキャス超えるよって。ふわっちがメジャーになるよって言ってるでしょ。それはそこなんだよ。だってもう2000万稼いでるやつ3人出たらしいよ、去年。ふわっちで。ってことは会社に6000万落ちてんだよ。すごくない？インターネットのサイトでさ、たった1年で会社にさ、多分1億ぐらい落ちてると思うよ。相当すごいと思うよ。アクセス数がなくても、それだけの利益を出すんだから。だからふわっちが潰れるとか言ってんのはもうありえないよね。全然考えられないっていうか、うん、逆に言ったら何言ってんだろうっていうか、知らないから多分そういう意見が出るんだろうなって思う。稼げる生主いっぱいいるんだから参入してくればいいのよ。川崎陽平なんかさ、もうニコ生やめてこっち来ればいいんだよ。今頃 YouTube とかやってても無理だよ。バカプレゼントありがとう、みくちゃん。無理だよ。陽平くんなんか絶対稼げるよ。風船10個ありがとね、みくたん。ありがとう。ありがとう、バカプレゼント。ありがとう。風船10個ありがとう。まあまあぼさんいらっしゃい。どれくらい稼いでますか？僕は、全員に公表してるんだけど、11月が18万8,000円。12月が16万5,670円。だから、11月が18万、12月が16万だけど、今が6日じゃん。6日で9万円ぐらいかな。6日で9万ぐらい。俺の手取り分ね。リスナーさんが俺に貢いでくれた分じゃなくて、俺の給料として手に入るのはそれくらい金額。だけど延長チケットとかいろいろ買うから、そっからまたさらに減るけどね。手数料とかいろいろあるから。だからまあ15万ぐらいは稼げてますね。1ヶ月。だから、俺よりもさ、実力ある配信者なんかもっともっと稼げるんだからさ、どん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 参入してくればいいんだよ。ただあれだよね、人数がいればいいってわけじゃないけど、太いファン層を持ってるかどうかだよね。上質な顧客を持ってるかどうかだと思うけど。だから、慕われてなんぼだよね、今の時代は。ラオウさんいらっしゃい、おはよう。いかに好かれてるかっていうか、いかに応援されてるかっていう時代だよね。初見さんいらっしゃい。楽しんでいってください。で、配信で稼げてるののいいところっていうのをさ、ぶっちゃけた話、1日2時間とか4時間とかしかやらないわけじゃん。だから時給換算すると結構いいんだよ。時給2,000円分ぐらいとか稼げてるから、だから、配信で食えなくてもいいんだよ。バイトすれば、稼げないときは。バイトするより時給がいいから。あ、2日前から始めたんすか？頑張ってください。ふわっちいいっすよね。一緒に頑張りましょう。ふわっちめっちゃいいよ。だってあれでしょ、ニコ生からしたら和道がなんでそんなもらってるのって感覚だと思うよ。ニコ生の生主たちからしたら嘘でしょっていう風に思ってると思うよ。和道が取れるわけないじゃんそんなにみたいな。いっす。よろしくお願いします。おはよう、たまちび。おはよう。今日も仕事だ。今日ね、でもね、仕事に行ったらね、休みがね、3連休なんですよ、また。成人の日が絡んでるんで。おー、8バーガープレゼントありがとう。3連休ですね。山手線の一周企画でもやろうと思ってんだけど、どう思う？見たい？ほら、よくやってるじゃん。カラオケ配信は人来ないっすね。おお、すごいじゃん。2日目でね、マックス30人は才能あると思いますよ。正直。すごいと思います。バーガープレゼントありがとう。カラオケ配信は人来ないね。私はコラボのやり方もスカイプも全くわからん。今勉強中です。全然簡単にできるよ、覚えたら。山手線一周企画、やってみようかなと思って。面白いかな。山手線一周。他になんかいい企画ある？なんか、大体ね、男の人で、休みなし、飯休憩なしで歩き続けたら7時間で歩けるんだって。広瀬すずおはよう。7時間ぐらいだったらバッテリー持つから、一回トライしてみようかなとも思ってんだよね。需要があればなんだけどな。それよりもトークやってた方がいいって言うんだったらトークやるけど。一回やりたいのがカラオケ100曲歌い切るまで帰れませんやりたいよね。カラオケ100曲歌い切るまで帰れませんはやってみたい。それ面白そうだよね。カラオケ100曲歌うのどれくらいかかるんだろう。初詣企画ですか。初詣で配信できる場所どっかあるかな。私有地だからな。一応。初詣。昔甲州街道の調布駅から新宿駅まで歩いて辛かった。ああ、調布から新宿結構距離ありますね。辛そう。どれくらいかかりました？調布から新宿どれくらいかかるんだろう。初詣か。和道さんの18番教えてください。俺カラオケで18番とか特にないけど、なんだろう。結構いろんなポップスが好きですね。何でも歌うし、女の人の歌が好きかな。女の人の歌が好きですね、僕は。また強烈な睡魔に襲われてますね。何なんだろうな、これ。最近ね、意識がパーって途切れるんだよね。後ろにいるのは彼女ですね。コッコいいね。コッコいいよね。大好き、コッコ。お、スウィンドルいらっしゃい。用事何あったの？コッコいいよね。コッコ好きだわ。コッコいいよね。コッコは天才だよね。免許更新と仕事。あ、そうなんだ。あ、言ってたね。免許更新だって。免許更新時間かかるよね。調布から新宿16キロで3時間30分ぐらい。あー、それくらいかかるか。うん。ザードが美人。古いな。ザード死んじゃったもんね。あの人テレビ全然出なかったよね。なんなんだろう。なんでテレビ出なかったんだろう。ザードって。綺麗な人だったよね。珍しいよね。ライブもやらないで CD だけのアーティストって。うん、ザードの人は綺麗だった、確かに。なんで自殺しちゃったんだろう。芸能界は闇が深いのかな。はい、ワード2。トークが嫌だったんだ。おー。単身アパートの清掃なんやが木曜担当のアパートにゴミ捨てめちゃくちゃなやつと嫌がらせする入居者いてストレスがたまる。仕事はストレスたまるって。楽しくやろうぜ。うん、楽な仕事なんかねえから。スウィンドルどの仕事も大変よ。どの仕事も大変だし、どの仕事も嫌なやつはいるんだよ。でもだから金もらえるんだから。やりたくねえことやるから金もらえんだからさ。うん、しょうがねえよ、それは。職場でも半袖でいつも服着ろって怒られてるね。昨日はだけどあれだよ。会社でさ、朝一番で準備体操するんだけどさ、深呼吸って言って深呼吸から始まるんだけど、のんたんが脇がだって言ったから深呼吸できなかったんだよ、俺。ひどいよね。俺脇がなのかな。のんたんにね、脇がって言われたんだ。あ、もう深呼吸できない体になっちゃったからね、俺。いや、わらわらじゃねえよ。ほんとだよ。長期になってたもん。ずーっとこうやってやってたもんね。耳湿ってる。それ言われた、昨日も。耳湿ってる人は、脇がの可能性高いよって。耳湿ってる。硬い耳垢になったことないね。うん、家系的に耳は湿ってますね。耳が湿ってるかどうかでわかるんだね。いや、ごめんとかじゃないから、もうトラウマだから。ゴミの分別は入居者の義務なのに、カップ麺や缶ドリンクの中身入ったまんま、ゴミボックスいつも何個も捨てとんのや。まあでも、それを俺に言ったところでな。それを俺に言われても俺どうしようもねえもん。スウィンドル。おはよう。マネージャーさんおはようございます。耳垢湿ってると脇がか多汗症の可能性がある。俺多汗症はあると思う。ていうかね、脇は臭いのはね、実は自覚あるんですよ、俺。ただ、相当気をつけてるの。シャワーにもまめに入るし、AG ノーズも塗るんだよ。だから臭くならないようにすごく気を使ってる方なのね。ただ俺、ほら鼻呼吸ができないから、匂いにすごい鈍感なのよ。だから、中学生の頃から結構トラウマで、なんつうの、気をつけてるんだけど自分で確認があんまりできないから臭いかどうかわかんないじゃん。だからさ、ショックなんだよね。あ、のんたん俺のこと脇がでくせえと思ってたんだと思って。すごいショックなんだよ。そう、コンプレックスなんだよ。だから鼻で呼吸できなくて匂いがわかんないっていうのが。ああ、そういうことか。木曜日アパート担当だからね。そこまで気にしなくていいけどさ、好きな人に言われたら、普段は臭くないよ。え、何？どういう時に臭いの？どういう時に臭いのだよ。イメージ戦略で女性を離れさせようとしてる。いや、俺それあると思うんだよね、それも。和道の配信が臭そう。そんな目で見てしまう。ごめん。でしょ？だから俺結構さ、嫌なんだよ、その匂い系のこと言われるとかがさ、地味に聞くんだよね。うん。なんかそれってリスナーが確認できないことじゃん。なんか部屋が汚そうとかさ、部屋が明らかにゴミだらけだったら、うわ、生ゴミの匂いするわとかわかるじゃん。だけど、結構さ、綺麗にしてる方だと思うのよ。そう。な、匂いが画面に映らないようにね、結構頑張ってるのにね。そう。野田よりよっさんより臭くない。いや、それがね、意外とね、野田とよっさん臭くないんだよ。野田とよっさんってすごい臭そうでしょ。部屋はもちろん臭いんだけど。っていうかね、俺もう一個あるんだよ。あのね、のんたんの部屋めちゃめちゃ臭えの。もう半端じゃなく臭えの。それこそ野田の部屋もさ、よっさんの部屋も鮫島さんの部屋もひどいじゃん。あんなレベルじゃないのよ。本当に今まで出会った生主の部屋よりものんたんの部屋汚くてのんたんの部屋臭いのに、なんで俺こいつにくせえとか言われないといけねえんだっていう怒りもあんのよ。ほんとね、ほんとひどいよ。ゴミ屋敷だから、のんたんの部屋。好きだと匂いも好きになりがち。いや、のんたんの部屋は絶対配信で見せたいもん。もうみんな、うわーっていうレベルだよ。ニコ生だったら弾幕流れるレベルだよ。ギャーってなるよ。女の部屋じゃないよ、本当に。マジで。のんたん、野田とよっさんより全然臭いよ。部屋が。もう部屋がカオスなの。うん、もう最初見た時マジでびっくりしたもん。のんたん彼女。あ、ベッキーさんいらっしゃい。いろいろ大変でしたね。応援してますよ、ベッキーさん。ユーザロックと絡んでた頃が好きです。ベッキーさんがユーザーロックと絡んでた頃僕大好きです。お、待ってください。自分だけが知る和道さんって彼女をのろけ？でもさ、ぶっちゃけさ、俺のことを意識してるさ、俺のことを異性として見てるリスナーなんかいないわけじゃん。だから別に普通に堂々としてればいいのにね。おはよう。ねえ、俺も部屋綺麗だと思って。だから部屋行くときに俺のんたんに聞いたの。のんたんの部屋で遊ぼうよって言ったら、私部屋汚いからやだ、和道さんの部屋が、いや、俺も部屋汚いからってあるじゃん、お互い。部屋汚いから部屋片したら、つって、あ、可愛いなって、ちょっと散らかってるんだろうなと思って、じゃあ分かったよ、のんたん、つって、俺部屋片しておくから頑張って、今度遊びに来てね、うん、分かった、つって、俺の部屋で遊んでも、いつまで経っても部屋連れてってくんないから、いや、のんたんの部屋行こう。いや、私汚いから私の部屋いいのって言って、大丈夫だって。大丈夫だって。俺も汚かったじゃん。行こうっつって言ったら、本当にゴミ屋敷だったからね。びっくりしたよ。それ汚いとかいうレベルじゃないから、もうほんと。なんか4、5人業者を呼んでテレビ番組で特番組むレベルの汚さだったの。芸人、若手芸人をいっぱい集めて、くせーってやる、うわーってやるようなレベルの汚さだったのよ。うん。カズキングさんいらっしゃい。配信料で月平均17万かな、平均だと。17万ですね。17万。それくらいです。ひゃーだよ、もう。ひゃーだよ。やめてーっていう。うん、いや、俺は別に、いや、別に俺はそれ気になってないの。だから、勝たしてあげようと思ってて。うん、別に、なんつうの別にね、人間いいところが悪いところ。だけど、その女に脇がとか言われたくはない。そんな女に脇がとか言われたくない。片付けられない女だね、のんた。でもね、俺の部屋綺麗にしてくれるんだよ。洗い物も全部やってくれるし、洗濯物とかやってくれるから、やろうと思ったらできるんだろうけどね。なんかね、自分の部屋はね、もうゴミ屋敷なんだよね。びっくりするよ、本当に。うん。だからあれじゃん、意識が回るか回らないかなんじゃん。やっぱ人の部屋だから、なんか彼氏の部屋だから綺麗にしなきゃっていうのがあるんでしょ。多分。だから気は使ってくれてるよ。そうそうそう。自分のはできない。わかるわかる。だから俺やってあげるよ。全然やってあげる。だからまあいいやってなっちゃうんでしょ。まあ可愛いか可愛くないかで言ったらまあ可愛いよね、彼女だからね、うん、でもね部屋はね絶対綺麗にした方がいいと思うよ。心の状態がすごい現れる、うん、やっぱ減らってる時って俺部屋汚い時だもん、うんうん、部屋綺麗だとねやっぱ心の状態が整理されてる状態と一緒よ。うん、絶対あると思うよ俺。うん、全然やってあげるよ。うんうん、スウィンドルさ、仕事の愚痴を俺の枠で言われてもさ俺拾えないってそれ。うん、ヤバゾウさんいらっしゃい。部屋荒れてる方が落ち着けのな。いや、そういうのじゃないんだって。部屋荒れてるとかじゃないんだって。もう汚いの。汚いの、もう。汚いのレベルなのよ。うん。うん、いるいる。だから、のんたんそのタイプだよ。のんたんはそのタイプ。でもね、俺ね、あ、やめよう、この話はやめよう。うん、綺麗すぎると落ち着かない。俺、綺麗な空間の方が落ち着くけどね。でっかい部屋とか落ち着くけどな。でっかい部屋に空間をうまく使ってる部屋とかすごい好き。うん、この部屋めちゃめちゃ狭いから。いや、なんか、いや、あんまり稼いでるアピール良くねえなと思って。なんかさ、貧乏な人もいるじゃん、リスナーさんに。気分悪かったら嫌だから、あんまり稼いでるアピール良くないかなと思って、やめようと思って。うん、そう、アピりたくなっちゃったんだけど。玄関の汚い部屋は引きます。玄関でわかるよね。っていうかもう玄関の綺麗さで大体わかる。部屋が汚いやつって玄関がまず汚いんよ。うん。玄関綺麗で部屋汚いやつ見たことないもん。すげえわかる、マネージャーさん。ねえ。靴の並びとかね、靴を綺麗に飾ってたりすると、あ、ちゃんと意識高い人なんだって。あと俺、靴をいっぱい持ってる女って俺浮気症な女だと思う。靴を1足とか2足しか持ってない女って一途なタイプで、靴が多い女っているじゃん。玄関に靴がブワーって靴の箱が多い女って、俺男にだらしないイメージある。うん。そこまで言ったら言わないと。いやさ、月額とかはリアルだけどさ、なんか俺、実感が湧かないんだけどさ、結構な額じゃない。実感湧かないけど結構な額じゃない。ほら。俺さ、人生で一番貯金できてる時期なんだけど。なかなかだよね。え、ソラさんはさ、結構男とっかえひっかえタイプ？うん。俺、靴の数が多い女は、結構浮気症な女だと思う。1日じゃない、1日じゃない。まさかまさか。トータル。1日マックス稼いだのは4万だね。1日マックス4万。それ以上、だから5万円台とか行ったことないね。1日で。1ヶ月じゃない。今までの、要は引き出した分を含めて残ってる額だね。残ってる額。手つけてない額。うん。浮気症ってかモテる。ああ、美意識が高いからモテるか。あ、そういう考え方もあるな。確かに。なるほど。うん、玄関とお風呂とトイレが綺麗な人は大体綺麗。あ、部屋汚いやつの特徴って風呂がカビてるんだよね。うん。うん。あれだな、生活保護抜けたら FX 配信でもやろうかな。株とか始めてみる？パピコさんいらっしゃい。靴いっぱい持ってますが、潔癖気味なので靴一度履いたら1週間除菌したい。あー、それはまあ特殊例かな。うん。風呂汚い男多いよね。風呂場、野田の部屋の風呂、やばかったもんな。野田総理の部屋、うーってなるレベルだった。うーって。うーって。わかる？もう開けた瞬間、うーって。株はいいけど FX はやめといてね。株、いや、先物に手出そうかなと思ってんだけど、微妙？先物っつっても硬い系なんだけど、日経225ミニありなんじゃないかなと思ってんだけど、どう思う？うん、僕も靴は見ますね、やっぱり。靴よく観察しますね。靴って人柄よく出ますよね。そう。だからよく言うんだけど、ホテルマンが足元見るのは高い靴履いてるかどうかを見てるんじゃなくて、靴って磨けば光るんですよ。だから、磨く余裕がある人とか、そう、整理整頓できる人かをどうかを見てるんだって、あれ。うん、もちろん靴の値段も見るけど、ランクとか。そう。男の人ってね、足元さえおしゃれだったらスーツは別に青木とかでもいいんだよ。女の人はトイレに出やすいんだ。でもさ、株のトレードって面白くなくね？そう、配信で見てても。FX とかだったら動きがあるから面白いんじゃないの？ FX でも破産する可能性あるもんな。お部屋のコーディネートができないんだよね。なんか微妙。棚が少ないんじゃないの？だから、統一感出したりすればいいんだよ。うん、結構ね、部屋のインテリアの雑誌とか見ると面白いよ。あ、こうやってやればいいんだっていうのがすぐわかる。先物の方が動きすごい。だって日経225ミニの先物なんか動きなくないか。だって日経平均と連動してるわけだから。FX はリスクが高いか。俺はでも株のスイングトレードが向いてそうな気がするんだよね。デイトレは向いてない気がする。でもちゃんと投資覚えておかないと先がないなと思ってるんだよね。なんか金持ちの人で FX とか株とかやってない人いないんだもん。現代の金持ちって全員やってんだもん。あ、オプションとか原油とか手出さないよ。絶対手出さない。うん。これは、まず36万貯めることは可能か不可能かで言ったら可能ですね。で、まずこれは現金加算してないから、なんつうんだろう。そこはグレーゾーンなんだよね。うん、俺はもちろん現金に変えて全部申告するけど。投資信託とか株が無職だと思う保守派。ああ、まあ、うん。いや、でも、それは合ってると思うな。うん。あんな部屋にするのには金かかる。安くていい感じの部屋にしたい。なんかね、俺、リサイクルショップで全部買ってる。このソファーも2000円だし、あと、この照明もいくらだったか、3000円とか2000円とかだったと思うよ。この、3個ライトがついてるタイプあるじゃん。こういう、スタンドライトっていうの。間接照明。どんだけ金持ってても FX はやらない。ああ。世界情勢とか読めないといけないしね。うん、難しいよな。確かに FX は向いてない気がする。ラムメロって誰？じゃあ、あと4分で終わりにします。ありがとうございます。今日もたくさん花火いただきまして、すいません。帰ってきたらまた放送するんでよろしくお願いします。仕事行かないと。お風呂入ってないからさ、まだ。お風呂入って、のんたんとイチャイチャして、のんたんと一緒にお風呂入ろう。うん。のんたんと一緒にお風呂入って、で、仕事から帰ってきたらまた放送すると思うんで。いやいや、仕事なんですよ、これから。お風呂入ってないんで。うん。あと2分で終わりにします。ありがとうね、みんなたくさん来てくれて。フォローもたくさんありがとうございます。ちょっと山手線配信迷ってるからさ、リスナーさん、どうする？やる？山手線一周配信。ちょっと考えておいて。お疲れーちよ。もし面白かったっていう人はフォローしていただけると嬉しいです。うん。仕事イコール区役所。うん。A 型作業所っていうところ。うん。俺別に区役所に申請行くときは申請しに行くって言うもん。うん。うん。おつおつ。やるやる。やるなら見る。でも7時間半とかかかんだよ。山手線一周すんの。7時間半だよ。多分ね、配信しながらで、バッテリーチェンジとか考えたら9時間ぐらいかかると思う。だから9時間の外配信って面白いのかっていうね。あ、盛り上がってさ、やってみるのありかな。でもそれ、ハルさんだから盛り上がったんじゃないの？新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、おパンツさんフォローありがとう。錬金術師のご隠居さんフォローありがとう。ありがとう。うん。17時間。女の人は結構かかるみたい。あと休憩と飯休憩入れるかどうかだって。男のスピードで7時間半ぐらいだって。休憩1回も入れないで。じゃあ皆さんお疲れ様。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前。バッドボタン押してんだよもう。